ルカによる福音、その時復活があることを否定するドカ会派の人々が何人か近寄ってきてイエスに尋ねた「先生モーセは私たちのために書いています」「ある人の兄が妻をめとり子がなくて死んだ場合その弟は兄嫁と結婚して兄の跡継ぎを設けねばならない」とところで7人の兄弟がいました長男が妻を迎えましたが子がないまま死にました。 次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが7人とも同じように子供を残さないで死にました最後にその女も死にましたすると復活の時その女は誰の妻になるのでしょうか7人ともその女を妻にしたのですイエスは言われたこの世の子らはめとったり嫁いだりするが次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は めとることもと,つぐことも、もぐここない。この人たちはもはや死ぬことがない天使に等しいものであり復活に預かるものとして神の子だからである死者が復活することはモーセもシバの箇所で主をアブラハムの神イサクの神ヤコブの神と呼んで示している神は死んだ者の,の神ではなく生きている者の,の神なのだすべての人は神によって生きているからである。 そこで立法学者の中には、先生立派なお答えですというものもいた。彼らはもはや何もあえて尋ねようとはしなかった。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。